そんなわけで、ひどい肩こりと自分に合わない肩こり解消グッズに悩まされているモヤティだけど、実はもう一つこの季節になると困ることがあるんだ。ほう、解決するといいね。先生、ちょっとは聞こうとする姿勢を見せてよ。どれどれ。まあいいや。先生、この季節になると甘いものが美味しいと思わない？甘いものと山芋は年中美味しいけどね。今特に美味しいと思わない？甘いものと山芋、響きもちょっと似ているね。余計なダジャレは考えなくていいよ先生。山芋の旬は夏だと思われがちだけど、実は秋も深まる11月から真冬を越えた2月頃、それから春先の4月から5月頃、山芋の旬は年に2回やってくるんだ。これは本当だ。へえ！だから山芋はこの季節特に美味しいということに異論はない。もう！もやが言いたいのは、冬季限定の溶けやすいチョコレートがいかに口当たり良くて食べやすいかってことだよ。あれは罠だよ、おやつ業界の。その罠はトラバサミ的なあれなのかい？くくり縄的なあれなのかい？先生、食いついてほしいとこはそこじゃないよ。罠ではなくチョコに食いつけて。そうだよ、ここでチョコに食いつかないと。はっ、モヤティ、身も心もおやつ業界の毒に侵されてしまったようだな。だって美味しいんだもん。棚全部買い占めちゃうよ。そういえば、ちょっとポチャッティに。何？